はい、皆さんこんばんは、KYC秀田です。第115回目のライブ配信となります。今日もよろしくお願いしますね。やっぱり若返り、若さの秘訣となりますからね。まあ僕自身もですね、今もう年齢言いますと56になろうとしているところですけども、まあ年々ですね、老けましたねとは言われることはないです。まあ年々ちょっといつも若いねと言っていただけます。まあ、それはお世辞であったとしても嬉しいことで、まあ自分の中で気をつけていることがあって、やっぱこういう仕事をしてますからね、どうすればやっぱり老けていくかということを常々ですね、講演会とかでも言ってますんで、やっぱり若さの秘訣いいですね。はい、今日はね、たっぷり話したいと思います。まずですね、やっぱり若さを持ってる人のやっぱり共通して言えることは、見た目意識を非常に意識している。まず見た目意識、それから、やっぱり考え方ですね。考え方も非常にですね、やっぱりいくつになっても、少年のような、少女のような、そういう本当に、素直でですね、あまりこう固執しすぎていない、こういう年やからこういうことしないとあかんとかっていう、その常識にとらわれていない人が多いですね。で、僕自身もね、気をつけてることがあって、頭を固めるとやっぱ心が固まってくると思ってるんですよ。いわゆる頭が本当にこう、なんか頭を賢く見せようというか、これぐらいの年齢の時はこれぐらいのことせなあかんとか、そういうふうなね、それこそ本当に常識にとらわれていくと、どんどん頭がですね、知識ばっかりになってきて結局カチカチになっていくと。そうなるとやっぱり自分の心もですね、新鮮さがなくなってきて、もう大体こんなもんやと、先が見えるわこんなもんやっていう、そういう、変にですね、妙に大人ぶった言い方をする方が非常に多いですよね。でもそういう人って結構批判的であったり、人のやってることに対してすごくその上げ足を取ったりする方が非常に多くって、僕はあまりそういう人に付き合いはしたくないんですけど、要はやっぱり新しいことに何かチャレンジする、いくつになってもやろうとする心が、非常にですね、若々しく、いてられる秘訣かと思います。で、今日は見た目印象に意識を持ってるということだったので、その見た目印象の中で、今日一つだけですね、僕は自分が普段やってること、こういうメイクアップの仕事をしてるからって言って、特別やと思わんといてくださいね。最近では男性の方も、眉を描いたりですね、やってます。僕もね、こういういつもこういうね、巾着袋入れてですね、出張するときはね、必ずもちろんサロンには置いてますけど、出張するときはこういういろいろとね、いろんな秘密道具があるんですよ。これこの中にね、入れてます。で、もちろんこのマイペンもあります。で、このマイペンね、マイペンで必ず、男の人でもやっぱりどんどん、年齢とともにですね、やっぱり毛が薄くなる、もしこういうところね、薄くなる、もしくは白髪が出てくるということなんで、ちょっとですね、こういうちょっとペンで少しですね、こういう毛の合間合間を少し埋めて整えてあげるんです。こうして男性の方はあんまりこうきっちりかけすぎるとですね、ビジュアル系の男の子みたいな思われますから、頑張りすぎ感じになりますけどね。僕がこういう仕事してるから多少はちょっと強めに描きますけど、こうしてですね、描くだけでラインが結構はっきりしてくるんですよね。わかります？で、こちら側もちょっと描いていきますね。で、こういう眉ペンがですね、なかなかこうすぐ描けない人、ちょっとずつやっていけば描けるんですけど、男性の方も結構僕の無料のですね、眉の描く無料のメルマガ講座を取ってる方、結構男性の方も全国で増えてきまして、意外とですね、男性女性関係なくやってる方多いですからね。ぜひぜひご覧の皆さんもやってください。こういうふうにするだけです。骨格がですね、はっきりしてきますよね。こうチェックするところが結構小さい鏡でやってるんで、薄い具合どうですかね。だいぶちょっと強めに描きました。で、こういう眉を描くのは僕やからできると思われたらダメなので、じゃあ誰にでも簡単にできる方法、それがですね、こういう白髪隠しみたいな、こういうのがあってですね、こういう、これ今日の一個手前のところに秘密兵器、白髪の隠す秘密兵器という商品ですね、の動画を、紹介させてもらってます。これの今配信している一個手前のところにですね、動画配信、これも自分の体を張った動画やってます。もう2年前です。2年前よりか今の方がちょっとポチャッとしてますけども、でも肌質はですね、2年前よりかすごくこうなんか張りが出てきてます。はい、自分で言うなという話やけどね。で、こういうものがありますね。
でこれでしたらこうやってあの 歯ブラシみたいになってるんで、ここにですねチューブのみたいな こういう感じで少し、こう白髪を少し染めていくっていうねものがあるんです。まあなかなか染まりません、1回や2回では染まりませんけど、僕はその染めるっていうよりかはあの薄い方に向けてちょっと見ておいてもらったらこういうブラシになりますからね、はい、でこのブラシを軽くこの毛先をこの眉の毛にちょっとつけていくぐらいのつもり でこうして立ち上げていくだけで結構ねあのはっきりと、今日はライブ配信で見ていただいている方に分かりやすいようにちょっと濃いめに描いてみます。濃いめにね、まあここまで来たらあモデルの妹さんみたいになってまうから、まあでもこうこうねだいぶなってきますでしょ。でこういうところもこう白髪が結構出てくるときにここに軽く生え際だけでもね、あのカラーをね美容室とかに行ってされてる方はね、その合間でちょっとなんで白髪出てくる間、美容室行くまでの間でもこれ毎日こういうふうにやっとくと全然やっぱ締まり、ここの締まり方がねシェーディングができていいですよね。僕は常にこう出張とか行くときは必ずこれ持って行ってですね、毎日朝から人に会う前にやってます。やっぱりこの眉というのは僕いつも言うんですけどね、お顔の額縁っていうぐらいの本当に眉の形、それからまあ立体感、色、それによってその顔の引き締まり方が変わってきます。それと同時にやっぱり存在感も変わりますし、で何よりもですね、自分が白髪がいっぱい出てきてなんか老けた感じのを自分の顔をですね毎日こう鏡で見てると、そっちの方にイメージが引っ張られていくんですね。あまた白髪増えた、また白髪増えた、もう年齢いってきたいってきたって、こういうふうに自分で自分をですね、妙に洗脳してしまうことがあります。だから、そんな無駄な抵抗やっていうふうに、ね、人もいてます。白髪出てきたらその方でええやんっていう人もいてます。だけどやっぱり少しでもそれを出てくるのは当たり前だけども、こういう努力をしたり、これからは毛が減ってきたら毛を増やしていく、育毛するような商材もいっぱい出てきてますし、まあ、そういうところに貪欲にですねやっぱり知識を得るとか、まあ、そういう新しいもの開発されていくものをやっぱり素直に受け入れて、それから自分にいろいろ試していく、こういうねやっぱり努力もね本当に必要だと思います。こういうね共通していることはこれですね。まずはやっぱり冒険心を持つ、まあ、いくつになってもチャレンジ精神を持ってですね、新しいことに臨んでいくという、この冒険心、新しい好奇心旺盛にね、いろんなものを経験していくということ。それから浪費って書いてます。これはですねよく今の時代特に言われますけども、まあ、年金問題とか少子高齢化によって老後はどうなるんやとか、いろんな不安材料がたくさん日本にはありますけども、そういうふうな人こそですね溜め込んでいくような傾向にありますが、お金って別に溜め込んだところでですね結局、いつ病気になるかもわからないし、今現時点で、ね、やっぱり楽しんで幸せな生活を暮らしていく方が僕はいいと思ってます。そういう部分ではやはりある程度のものに自分を投資して浪費していくと、例えば化粧品であれば化粧品に浪費をするとか、服でもそうですね、旅もそうです。そういうふうな浪費をしている、ある意味プラスの積極的な浪費、無駄遣いじゃないですよ。普段はご飯食べるのちょっと節約してもそういうものには投資していくというね、こういう浪費の仕方、これは非常に大事。それから今も言いましたけど気合ですね。ちょっとぐらいですよ、何かこうマイナスなことがあったとしても、例えば毎朝山登る、てる人はですね、毎朝やっぱりウォーキングしても気合を入れて練習するとか、もしくはメイクも毎日練習するとか、そういった気合っていうのが大事です。それから想像力、想像力っていうのは、大体自分が10年後どうなるかとか、そういう部分に対してのやっぱり未来に、自分の姿をですねいいイメージで想像していくということは非常に大事だと思います。だから例えば自分の憧れの女優さん、憧れの、まあ、俳優さんがあったら、そういう憧れの人っていくつになってもやっぱりかっこいいというありますよね。そういうところの見本になる人を、やっぱり、想像してですね、自分もそういう立ち位置に持っていくという、これ常に頭の中で想像していくっていうのは大事だし、メイクであればこういう色も使ったら自分はどうなるかとか、こういう服着たらどうなるか、そういうバランスをですね常に頭の中で想像してイマジネーションを起こしていく、そういうやっぱり日々の時間がですねものすごくやっぱり若返っていくと思います。それから最後になりましたけど、その気っていうのは非常に大事ですね。
やっぱり、自分がですね10年後にこういうふうな、女性になりたいと思ったらそういう女性のように本当になっていく、でそういうその気に自分を持っていくとですね本当にそういうイメージになっていくというふうに、ね、言われてます。だからまあ本当にね自分の、まあ、今も言いましたけども自分の、ね、理想の、理想の理想像というからそれはやっぱり写真に撮ってって言ったら今の自分ですけども自分の見本になっている人のやっぱり写真とか集めてねそれをこう、見ておくだけでも全然違うと思います。まあ、そんな風にしてですね若さの秘訣っていうのは、まあ、大きく分けて、まあ、5つぐらいねこうやってお話しさせていただきました。まあ、今日はですね、早口ね、なりましたけども、まあ、ある程度ちょっと何かヒントになってもらえたらと思いまして、まあ、自分が使っているこういう商品の説明もしましたしね、まあ普段自分が考えていることそれとですね、やっぱり若さの秘訣はやっぱり若い方々と一緒にいてる、その若い方々と一緒にいてるというのはどういうことかって年が若い人という意味もありますし、若い考え方を持っている人と一緒にいてるもうなんか、例えばもう自分がもう全然違和感があるね同じ同級生でも違和感があってもうこの人もう本当に考え方老けてるなと思ったらもうそういう人とあまりもう一緒に時間を共にしないということを心がけるということですね。まあ、とにかく、若さを若い人と一緒にいてるというのは大事だということです。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。